北欧理事会加盟国北欧理事会及び北欧閣僚理事会は北ヨーロッパに位置する各国家の政府議会による協調と協力のための国際組織である。北欧理事会はバラバラだった北欧の国々が第二次世界大戦に巻き込まれて大きな苦しみを受けたことを反省し北欧諸国の団結を目指して スカンディナビア3王国が中心となって1952年に設立された。現在の北欧理事会の加盟国は5カ国3地域。かつてはフィンランドと地理的、民族的、文化的に近いエストニアが加盟を申請したことがあるが却下されている。他にもリトアニア、ラトビアのバルト3国各国が加盟希望を表明しており、これらの国にも現在では オブザーバーとしての地位を認められている。本部はデンマークのコペンハーゲンにある。1991年、情報事務所がバルト3国に開設された。その他、ロシア連邦のサンクトペテルブルク及びカリーニングラードにも同様の事務所が開設されている。また、エストニア、ラトビア、リトアニアがオブザーバーとして参加している。デンマーク、スウェーデン、フィンランドに関しては、 欧州連合の加盟国である。グリーンランドはデンマークの欧州共同体 EC、EU の前進加盟を機に EC に参加していたが、その後自治政府が脱退へ踏み切り、現在も EU に加盟していない。ノルウェーとアイスランドは EU に加盟していないが、アイスランドは近年加盟へ向けた動きが活発化している。オーランド諸島はフィンランドとともに EU に含まれる。 ペロー諸島は EU に含まれない。ありがとうございます。